けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年の干支は寅年ですね。うちの前にポストにかかっている寅がいます。番犬のように風に揺られてゆらゆらと、まあ、風船なんですが、鳥獣余計対話でございます。昨年からスタンバって、ずっと猿から私を守ってくださっています。いやー、年神様ありがたい今ちょうど風が吹いているから正面も向いてくれるかな虎のようにどっしりとね歩んでいける年でありたいと思います。皆様にとってどんな一年でありましょうか。私は日々、毎日一日が一生のようなそんな気合で過ごしております。年賀状をくださった方どうもありがとう。今年年賀状を買うということすらできなかったんですけども、だからまあ年賀状を出すってこともできなかったんですけども、ビデオもなかなか撮れない状況でありましたが、年末年始こちらは少し、静かで体力回復して、今日は1月4日なんですが、このようにお正月動画撮ることができました。では本年もどうぞよろしくお願いいたします。